フロムサンズのハッピーミューズ。この番組はセレクトジュエリー、ハッピージュエリー、ワンズクリエイティブプロダクツ、ジュエリーリフォームお直し、エムズファクトリー、全国から芸人が毎日出演中、モノマネライブバー札幌スタークラブ、音楽制作、音楽プロデュース、音のことなら有限会社フィクス、ステップからジョイン、社会へ踏み出す歩みを応援、 NPO 法人プラスハート28、あなたに寄り添う町の小さな美容と健康の総合商社デイスピリットータル、フェイストゥーフェイス、あなたの会社に毎月訪問、黒字決済を支援します、中川会計事務所、なごみ集うお店、丸山裏参道ラプラス、季節によって函館の美味しいお料理を用意して宮崎恵子ママがお待ちしています、カラオケ喫茶、カラオケスナック殿下、そしてフロムサウンズミュージックの提供でお送りします。千原咲、1991年、作詞石本美由紀、作曲角谷薫、編曲井戸則夫、恋木星、北国本線でデビュー、若手大型新人として期待される。1995年、キングレコードから恋恋歌、口紅酒場をリリース、そして2000年、北海道で初めての歌謡テレビ番組、北の演歌一夜のレギュラー出演をきっかけに、作詞荒木豊久、作曲富田真嗣、編曲南郷達也、日本クラウンから雨未練、春一つを発売。着物の似合う美人歌手として、そして圧巻の歌唱力で、演歌ファンから高い評価を受ける。今日の一曲目です。千原咲さんで雨未練。夜は一人あんたを忍ぶ酒、おちょこにぽつんと涙が落ちる。誰が歌うか優先の私とよく似た身の上演歌、はぐれちゃった幸せ、バカだね、また泣いて。中で今もあんたが暮らしてる、まぶたの裏にも張り付いている。泣かせないでよ未練酒、一人が
だと言ってたくせに、はぐれちゃった幸せ、バカだね、また泣いて。寒い、きっとあんたも名は乗れん、帰っておいでよ、あの日のままで。電話くれたら赤い傘、駅まで迎えに、口紅さして、はぐれちゃった幸せ、バカだね、また泣いて。着物の似合う美人歌手でございます千原咲です。今日はねゴールデンウィークスペシャルでございます。イエーイ、アシスタントの金沢さやかです。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日はですね、はい、千原咲祭りということで、はい、今勝手に名付けたんですけれども、特集を組んでお送りしていきたいと思うんですが、ありがとうございます。もちろん生放送でお送りしてまいりますよ。はい。それにしても咲さんすごいですね。何がすごいの？プロフィール改めまして。美人歌手ってこと？いやいや、それはもちろんもう皆さんよくご存知のことなので、もちろんなんですけれども、キャッチフレーズだったんですよね。そうです、そうなんですよ。はい、私もよく咲さんのステージの前振りをさせていただくことがありますけれども、はい、その時にすごく好きなフレーズがあって、私が自分で言ってるんですけど、はいはい、着物の似合うと誉れ高い美人歌手の、この誉れ高いってなんかいいフレーズじゃないですか。誉れ高い、はい、なんか私に合ってますか。いや、合ってます、合ってます。本当ですか。はい、よく気に入って使わせていただいてるんですけれども、嬉しい、ありがとうございますねえ、でも今なんで笑った。いや自分で、いや今ちょっとオープニング思い出して自分で美人歌手って言ってたなっていうのを思い出してしまったんですけどいや、もちろんその美人歌手っていうのは皆さんよくご存知のことなんですけれども、いえいえ、見てました、北の演歌一夜、夜中の番組だったんですよ。そうです、そうです、ね、はい、本当にこんな遅い時間見れるかまで言われていやっぱり年配の方はやっぱりちょっとね、遅い時間だったので、見たくてもなかなか見れないっていう方が、でもそういう方にはね、ビデオでも撮って、はい、ゆっくりと見てくださいって言ってましたよ。よね、当時はビデオでしたからね。ビデオ、はい、VHS ってやつですよガチャッとかけてね。わかります？そうそうそう、はい、もちろんわかります。でっかいやつですね。でっかいやつですね。そうです、そうですで、その北の演歌一夜って新聞発表もあったんですよね。そうですね、ありましたね、うんうん、そう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 、で記者会見とかもあったりとかして、はい、ええ、中で浮き足立ってたというか、ええ、私がこんなね、うん、番組を持つことができるなんてありえないって、信じられないなっていうね、そういう気持ちと、はい、あと本当にできるこの嬉しさ、はい、っていうことでね、はい、本当になんかね、もうなんか気持ちが高まってて、でもやっぱりあちこち行ってご挨拶しなきゃいけなかったりとか、やっぱり結構忙しくて、はい、大変でしたね、やっぱり。あれってまとめて収録してたんですか？あれはね、うん、1月ごとだったので、はい、4本撮りですね。あ、そうなんですね。1日で4本撮りですよ。すごい。
そして1回に5、6曲歌うんですよ。はい、そうですよね。ってことはかけるとね、20曲から24曲ですよね。それを、すごい、富田真治先生は歌詞見ちゃいけないっていうことで、絶対歌詞を見ないで覚えて、その日1日やってたんですよ。すごいですね。結構過酷でしょ。いや、修行みたいなもんじゃないですか。いや本当にね、修行だったんですよ。へ、いやだからね、本当に結構本当に大変でした。そうなんですね。今ちょっとさきさんのお話に出てきましたけれども、富田真治先生、はい、出会いって聞かせていただいてもいいですか。ですね、何のねステージだかちょっと忘れちゃったんですけども、私のステージを見てですね、富田先生がこの人は中村光、はい、第二の 中村光子に育てたいと、そういう思いで、そうなんです、それで声をかけてくださって、はい、そして番組を持たせてくださったんですよ。そうなんですか。でも富田先生って北海道お住まいではないですよね。大阪なんですよ。そうですよね。そうなの。たまたま北海道にいらっしゃってたんですよね、それでまたたまたま、だこれも縁なのかなって。ね、なかなかそんなことってありえないじゃないですか、はいはい、北海道と大阪と会うこともなかなかない、はい、でもたまたま会った、でたまたまステージを見てくださったって、そのつながりでこうやってテレビ番組をさせていただくことになったんですよね、はい、素晴らしい出会いですね。素晴らしい出会いでしょ。でその北の宴会一夜に富田先生もちょくちょくいらっしゃってたってことですか。はい、そうです。すごい。だから毎月、はい、4本撮りですから、はい、その時に合わせて何日間か、はい、富田先生、はい、そして荒木豊久先生もいらっしゃってたんです。ちょっとコーナーがあったんですよ。そうそうそう。なもんでプロに挑戦コーナーっていう、あ、はい、プロ歌手に挑戦コーナー、はい、名物コーナーというか話題になったコーナーですよね。そうなんです。私千原咲と、はい、尾鷲義人くんと、はい、2人でやってたんですけども、そのどちらかに、同じ曲を歌って、プロとアマと競い合うというそういうコーナーで、審査員が荒木豊久先生と富田真治先生。うわ、超豪華ですね。でしょ、本当。それでいらっしゃってて、毎月いらっしゃってで収録をさせていただいてたんです。はい、そうなんですね。はい、北の宴会一夜というタイトルもすごい素敵じゃないですか、はい、北海道で初の歌謡番組ですからね、はい、でずっとそれは北海道で続いていらっしゃったんですか。このね、なぜ北の宴会一夜になったかと言いますと、中村光子さんがずっと大阪の方で宴会一夜という番組をされてたんですよ、はい、それで、まあ、北海道だからだから北の宴会一夜ということで北ついたんですけれども、はい、で北の宴会一夜をちょっとやって、はい、その後は舞台を今度は北海道ではなくて、はい、大阪に移したんです。そうなんですね。そうなんです、はい、で大阪の方で今度人生乾杯歌の旅というタイトルに変えまして、そして大阪から、はい、まあ、もちろん大阪方面もそうですし、はい、北海道の方も流れていたんですよ。あ、そういう流れだったんですね。中村光子さんが、そうそう、中村光子さんがね、はい、人生乾杯というね、はい、すっごい素晴らしいお店をね、ちょっとすごい食べましたけど、素晴らしいお店をね、されたんですよ。そこのお店をお借りして、そしてそこで収録をさせていただいて、流していたんです。そうなんです。ということは、さきさんも大阪に行っていた、そうです、そうです、今度は。ということですね。そうです。逆に今度私が、大阪の方に行って、そうやってたんですよね。もちろん4本撮りですよ。厳しい。朝の早くから、はい、結構忙しかったんじゃないですか。忙しかったですね。もうもちろん歌詞も必死で覚えなきゃいけなかったですし、あとお仕事の方もさせていただいてたので、はい、結構忙しかったです。一番の思い出って何ですか。一番の思い出ですか、はい、私が、思うのはですね、毎回毎回富田先生から、この曲を歌ってくださいと何曲か課題を出されるんですよ、でその中でも、はい、これ嫌だっていうのあるじゃないですか。確かにそうですよね。あと自分が得意分野と、はい、不得意分野と、はいはい、不得意でも何でもあるんですね。ありますよ。不得意でも何でも歌わされる。
それがねやっぱりその時はちょっと辛かったんですけども、うんうん、そうでもそれをやってるうちにやっぱりいろんな曲をこなせるようになってくるんですね。人って成長するんだなって。あ、じゃあ必要な場だったってことですか。いやもう本当その本当 そこがあったから、うん、なんか今の自分がやっぱりあったり、うん、今、まあ、カラオケ教室もさせていただいてるんですけども、はい、人にもなんか教えられるツボが分かったというか。なるほど、はい、はい、それはもう本当に身になりましたね。宝物だと思ってます。もう何一つ無駄がないっていうのが今お話の中で伝わってきました。本当ですか。そう本当に無駄がなかったです。でそのテレビ番組からまた他のテレビ番組に出演されたりとか、ね、ラジオ番組も持たれたりとか。あ、そう、大阪の方でもラジオ番組持ってましたし、はい、そしておかげさまで BS 日本の歌とかにも、はい、出させていただいて、はい、愛と死を見つめてというね、はい、まこ甘えてばかりで、はい、ごめんねってやつですね、それも歌わせていただいたりね、しましたよ。いや楽しかった。いやもうそう楽しかったって言えるのが素敵ですよ ね, ね、まあ、苦しい反面苦しかったからこそ、うん、振り返れば楽しいことしか思い出されないというか。そうなの。なかなかねこう今まで の, そのテレビ出演の話とか聞く機会ってないじゃないですか、はい、そうですね。ステージの上でもやっぱりお時間の関係上少しずつしか、はい、かいつまんでしかお話できなかったりするので。そうですね、ちょっとやってましたぐらいしかね、言えないですからね。そうですよね。そうですそうです。いやとっても貴重なお話聞くことができました。まあこれでそのテレビ番組をきっかけとして、これで千原咲という美人演歌歌手の存在を皆様に知っていただけることになったんですよね。そうですね、はい、では曲の方いきましょうか、はいはい、では咲さん曲紹介お願いいたします。はい、作詞が荒木豊久先生、作曲が富田真嗣先生で千原咲で春一つ、どうぞ聴いてください。
は私の心の春だから優しく抱いて支えて、そして包んでね、この世にそっとそっと世間に温めて、あなたは私の心の春だから、千原さきさんで春一つお送りしました。かわいい、かわいい、かわいいです。 なかなかいい曲でしょ。うん、なんか儚げで、そうなのだけど可愛くて、うん、はい、で一番にね、うん、捨てたら嫌ですよ、はい、捨てたら嫌ですよって、いい、これが言いたくなくてね。言いたくないんですか。そう、とても言いづらかったのよ。そうなんですか。あの歌った時に、まあなかなかね、あの日常言う言葉じゃないですよ ね、ないでしょ、はいはい、だからね本当にこれが嫌で嫌でね、はい、いや今はね、あのそんなことはないんですけど、はい、その当時はね、うんうん、ちょっとなんかね、すごい恥ずかしかったんですよ、すごくすごく、はい、でも今聞いたら、ああ全然大丈夫、いい曲だなって思えるわ、はい、本当日陰の存在でも、うん、あなたはね心の春だからって、なんかすごくなんか純粋な女性の気持ちが本当に書かれた ね、あの曲だなって、本当可愛いですよね、本当に可愛いです。ね、改めて聞かせていただいて、しかもこの季節にぴったりですからね。そう、そうね、春一つですからね。はい、私がね、輝く幸せの言葉と言いますとね、はい、やっぱり女性はね、みんなそうだと思うんですけど、綺麗、はい、とか可愛いとかね、うん、素敵だよとかね、うん、愛してるよとかね、で褒められる言葉っていうか、はいはい、っていうのはやっぱり嬉しいじゃないですか、うん、でも私って意外とあの天の弱なので、ね、そうですか、本当にそう思ってるのかこいつって、こんなふうにちょっと思っちゃうこいつは、こいつはすみません、ラジオで、ラジオでしたね、この人はって、ね、思ってしまうわけですよ、はい、だからね、うん、それはまあまあ、でも言われて嬉しくないわけではない。そうですね、うんうん、だけど、あの先ほどね、あのちょっとあのテレビ番組の話もしましたけども、うん、富田先生にこう、ね、無理やり課題を出されて、うんうん、そしてあの歌わされてというのがありましたけど、はい、私ってあの自分からってなかなかできない人間で、課題を与えられると頑張って、はい、あの練習をしたりとかして、そして輝けるんですよ。だから私のことを輝かせたいんだったら、はい、頑張れお前やれよというレッチャレンジって感じで、あの本当にね、あの叱咤激励というかね、うん、あのしてくださると私はね輝けるんですね。そうなんですね。だそうですよ、三木本社長。そうそう、三木本社長にいつも叱咤激励されてます。ですから私がいつも輝いてられるんですね。うまくまとめました。そうでした。今日のテーマですね、今
ぴったりのトークをしてくださいましたけれども、はいはい、私が輝く幸せの言葉が今日のトークテーマでした、はい、ね、忘れてました生放送なのにそうぜひですねラジオの前の皆さんも、このテーマに沿ったお話なんかもメッセージでお寄せいただければなと思います。でちなみになんですけれども、はい、今日のテーマ私が輝く幸せの言葉、フロムサウンズの三木本社長にもお伺いしたんですよね、はい、で三木本社長は、うん、キラキラ輝けというのが幸せの言葉なんですって。でキラキラ光るもの社長好きですよね。確かに好きですね。はい、うん、でキラキラ光るものっていうのは、あ、キラキラ光るものが好きな人っていうのは、いつまでも少女の気持ちを持っていられる人なんだそうです。なるほど、はい、へえ、じゃあ大人になれないうちにおばあちゃんになっちゃったってことそんなことじゃない、そんな失礼な失礼しました。成長できないっていう意味じゃないですよ。わかります、すいません。でもそういう心がね、そうです、うん、いや気持ちは私もいいと思います、うん、そうですね、うん、大事にしたいわ。はい、確かに三木本社長って何でもこう光るもの持ち物持ってると思いませんか、うん、私本当あの、ま、服もそうですし、はい、バッグも、はい、あと指輪とか、あの結構あのなんていうかジュエリー的なものも結構 つけるのがお好きだから。お好きですよね、うん、そうそうそう、私はねあんまり、はい、あのつけないんですよね。あで、はい、あのイヤリングとかはステージでドレスを着た時ぐらい、うん、あ、なるほど。でまあたまにあの普段指輪、うんうん、ぐらいかな、うん、はい、ネックレスもね、あなぜかというとね、あのネイルやってるじゃないですか。あ、はい、今日も綺麗です。ジェルネイルそれこそキラキラしてますね。ありがとうございます。ジェルネイルをしてると、はい、してると、はい、あのネックレスが止まらないの、止められないんですよ、うんうんうん、だからそれもあって、あのつけてないんですよ ね、 そうなんですね。指輪は指に入れればいいから、できるんですけど、そう最近新しい指輪とか購入されたりしました？うん、購入したのよ。あ、そうなんですか？そうよ、ワンズクリエイティブプロダクツの渡辺社長さんから言わされてますか、さきさん。いや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 、もちろんだよ、もう素晴らしいね、はい、まだ出来上がってないので、で、ダイヤの指輪なんですけど、実は私があの素人の時にカラオケ大会に出てた時に、あの縦詰めのね、あの、はい、ダイヤの指輪をいただいたんですよ、うんうん、はい、でも今流行らない、あの、わかります、ビョンって高いやつ、はい、流行りしたりがありますからね。そう、アクセサリーにもそれでそれずっと使ってなかったんですけども、はい、それをやっぱりもったいないから、したいなと、使いたいなと思って、はい、渡辺社長にお話ししたら、はいはい、あ、いいねって言って、そしていろいろアレンジとか決めて、今作ってもらってる最中なんですよ。オーダーメイドじゃないですか。そうなの、オーダーメイドよ、初めて。渡辺さんのところってそんなこともしてくださるんですね。そうです、そうです。へー、そうなの。ぜひですね、興味のある方はこの番組のスポンサーさんでもありますので。そうですよね、はい、三木本社長にご相談いただければ、はい、渡辺社長の方につながるかと思います、はい、もう連携プレイで、はい、連携プレイでね。そう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 、はい、ワンズクリエイティブプロダクツという会社の社長さんでいらっしゃいます。はい、渡辺社長さんね、はい、うん、ステージとかであの司会のお仕事させていただくときに、渡辺社長さんのところの春のネックレスとか、はい、結構させていただいていて。買わされたんですか違う違うそうだそうだ、買わされてはいませんそうですよね本当にでもね、お話ししても楽しい方ですし、はいはい、まあ、結構出張も多い方ではいらっしゃいますけれども、うんうん、そうですね、はい、ぜひ興味のある方は、はい、ワンズクリエイティブプロダクツ、もし時間ありましたら、ね、またスタジオの方にもね、はい、遊びに来ていただいてお話とかも聞きたいですね。そうですよね、うん、そう、まあ、ケチョンケチョンにはしませんので、うん、しませんしませんしません渡辺社長お待ちいたしております。待ってますよさあ、さきさん、はい、今日は5月2日月曜日、ゴールデンウィークの真っただ中でございます。そうです ね、 ね、 えねえ、第5回ハッピーミューズ生放送でお送りしているんですが、今日は千原咲特集からお送りしてまいりました、はい、さあ、それではここで次のコーナーまいりましょう。松本さくらさんのコーナーです。今日はどんなお話が聞けるんでしょうか。さくらの歌の花束です。皆様こんばんは、松本さくらでございます。さくらの歌の花束コーナー、
今週も聞いていただきましてありがとうございます。今週は皆様からいただいたメッセージをご紹介させていただきます。それではメッセージいきたいと思います。ハッピーミューズ聞いていますよ。さくら先生のコーナー楽しみにしています。先週の放送ためになりますね。1回目の放送でかかったテンポの速い歌のタイトルを言っていなかった曲は何という曲ですか？申し訳ございません。あの1回目タイトルコールをしていませんでしたよね。あのしっかり聞いていただいててありがとうございます。あの曲は夢桜と言いまして、演歌のシンガーソングライター紅はるみさんからいただいたものです。 YouTube From Sounds を検索していただくと、満開の桜とともに松本桜が出てきますので、どうぞ YouTube の From Sounds 夢桜、松本桜の歌を聴いていただきたいなと思います。こちらの YouTube の方はいつでも満開の桜が見れますので、どうぞよろしくお願いいたします。和子さんからいただきました。和子さんありがとうございます。続きまして、先生聞いていますよ、頑張ってください、庄司さんです。これは私の歌の生徒さんですね。庄ちゃん庄ちゃんっていつも言ってるんですけど、翔ちゃんありがとうございます。先週の放送で言葉の大切さを再認識しました。自分なりに歌っていたように思いました。さくらさん頑張ってください。歌大好き吉尾さんからです。ありがとうございます。ハッピーミューズ楽しく聞いています。さくらさん久しぶりのラジオですね。また毎週楽しみになりました。素敵な花束待っていますよ。さつきさんからです。ありがとうございます。さくらさん聞いていますよ。ハッピーミューズ放送おめでとうございます。歌の花束コーナー毎週楽しみにしています。先日大通公園を歩いてきました。噴水も上がっていて綺麗になってきましたよ。リクエスト曲、四季の札幌大通公園お願いします。たかちゃんからいただきました。ありがとうございます。 Facebook からもメッセージをいただきました。ラジオもされてお忙しそうですが、お体一番お気をつけてください。いつもお優しい笑顔を拝見しております。さくらさんの笑顔が本当に大好きなんです。これからもずっと変わらない笑顔でいてください。めぐみさんからいただきました。とっても照れくさいですよね。今週のお題につながる幸せになる言葉かなと思います。私の幸せになる言葉、今週はこの笑顔が素敵というこの言葉にさせていただきたいなと思います。そして最後ですが、本当の妹が話しているかのように緊張してドキドキして聞いています。これからも応援していますので放送頑張ってくださいね。恵庭のスナックまなみのママ、そっくり姉妹のお姉さんからでした。まなみママのリクエスト曲、寺本圭介さんの望郷本線を聞いていただきましょう。どうぞ。雪の最終列車に震える心で飛び乗った俺を
流れる夜空が吸い込んでゆく。母郷で握る拳に汗が滲んでる。あの日のホーム枕木並べて人の道を行け。振り切るこの手を掴んだまま忘れはしないさ、あなたの言葉、遠くさまよう窓に流れ星。早く旅路に着いたの、どうして待っててくれなかったのか。ささやきかけたら目を覚ましそう。寺本圭介さん、望郷本線でした。カラオケファンにとっては歌いたくなる素敵な楽曲ですね。私も寺本圭介さんのステージを何度か見させていただきましたが、歌のうまさはもちろんです、トークもとても楽しいんですね。昨年6月に発売された望郷本線ですが、今なおカラオケリクエストランキング上位にいらっしゃるのは納得ですね。圭介クラブにご入会いただき、応援よろしくお願いしますと、まなみママからです。今週の歌の花束コーナーは、メッセージをご紹介させていただきました。また来週、素敵な花束をお届けします。それでは、スタジオの金沢さん、千原咲さんにお返しします。松本さくらでした。さくらさん、ありがとうございました。たくさんメッセージいただいてました ね生徒さん、はい、ね、すごいすごい、うん、しかも
先生のお優しい笑顔が大好きですっていう言葉、うん、素敵ですね。でも私も松本さんの、はい、あの笑顔好きですね、いつもなんかニコニコしてて、はい、そして元気で、うん、そう、うん、明るくて、そう、よく食べるよく食べるそしてよく飲むよく飲むよく食べよく飲みそう本当明るいですからね。そうですね、うん、いいわ。また来週も楽しいお話聞けるかと思います。はい、さあ今週も生放送でお送りしておりますフロムサウンズのハッピーミューズ。せっかくの生放送です、ゾスって言います、ね、生放送ですので、メッセージリクエストもぜひぜひお寄せいただきたいと思います。毎週テーマを決めてお送りしていますが、今週のテーマはあなたが輝く幸せの言葉です。ぜひメッセージリクエストお寄せください。さあそれでは続いてのコーナー行きましょうか。はい、お待たせいたしました、阿部拓磨さんのコーナー、日高からのラブレター。リスナーの皆様、阿部拓磨先生の講義のお時間始まりますよ。白崎さん、松本先生、そして金沢さん、そして、ひとみくねおラジオ伊藤明智さん、ね、こんばんは。北海道は新日高町のシンガーソングライター阿部拓磨でございますね。5月入りましたね。5月2日の放送ということでね、ゴールデンウィーク真っ只中、皆さんね、いかがお過ごしでしたでしょうかね。これね、何言ってるかわかりませんけど、お過ごしでしたでしょうかのね、僕の言葉でございます。おっしゃ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 ね。というわけでゴールデンウィーク、始まっておりますけどもね、皆さんね、多分あちこち行かれてるんじゃないかなとね。桜もだいぶ、もうほとんどのところで満開、過ぎましたかね。僕の住んでいるですね、北海道の新日高町でもですね、先日29日ですかね、満開ということで、20軒道路というですね、桜の名所、新日高町静内にあるんですけども、そちらの方満開ということで、たくさんの観光客の方いらっしゃってますね。今年も桜祭り、開催中ということでね、まあ飲食とかですね、イベントはないんですけども、お土産物屋さんとか、なんかそういったもの、がありますんでね、ぜひ桜見に、そしてね、お土産、買ったりというかですね、遊びに来て、いただければなと思います。引き続き5日ぐらいまで、多分やってるかと思いますんでね、新日高町の方に遊びに来ていただければなというふうに思いますね。僕なんかはね、まあゴールデンウィークといってもですね、基本的に普段農作業の方ね、やっておりましてですね、そちらの方ぼちぼちやりながらということで、あんまり関係ないんですね、ゴールデンウィークってね、本当にね、まあそんな感じではありますけどもね、まあ皆さん楽しんでいただければなというふうに思います。さて今週のですね、カメムシ情報なんですけどもまだ言ってんのかっていう感じなんですけど、だいぶね、外気温も暖かくなってきましてですね、カメちゃんたちもですね、外に向かって、進んでいくという時期ですね。ただですね、やっぱり、ここ最近もやっぱり寒いじゃないですか、朝晩とか。ね、あ、ちょっと寒いなと思ってですね、部屋に、ストーブね、つけたりするんですけども。ね、ストーブつけた途端にですね、どこからかわかりませんけどもね、ワイワイ、ね、みんな、徒党を組んでですね、やってまいりまして。まあ電気なんかつけていたもんならですね、まあ電気に、溜まっていくと。いうわけですね。まあ今日もですね、まあ収録ということでやっておりますけども、部屋の中すごい寒いですね。ストーブつけないでね、やってますけどね。つけるとすぐ出てきてね、もう取るので大変みたいな感じになってしまうんでね。あれですけど。さあ、いつまでこのカメムシの話続くんでしょうかね。そちらもどうぞお楽しみにしていただければす。楽しみじゃないってね。そんな話どうでもいいっていうことはかもしれませんけども。さあ、今週のトークテーマですね。幸せになる一言ね。ということでいただいておりますけども。
まあ言葉ですよね。幸せになるような言葉ということでね、聞いておりますけども。まあそうですね。まあいろいろ、皆さんですね、それぞれ、あるかと思います。やっぱりね、肯定的な言葉とかっていうのがやっぱりいいと思いますけども。まあね、ここでまた改めてですね、その、言葉についてですね、ちょっと考察していきたいなと。いうふうに思います。まあ言葉ね、皆さんも使っております。ね、コミュニケーションね、人と人と。まあこのラジオなんかも、まあ言葉でありますけども。まあ言葉っていうのはですね、やっぱりその、まあ意味としてのね、あれもありますけども、やっぱりその、なんていうんですか、その、あれですよね、印象みたいなものも言葉の中にね、混ざっていたりとかですね。あと、まあ、発信する側の、なんか気持ちの状態だったりとか、ね、受け取る側のですね、気持ちの状態とか、そういったものが非常に複雑に絡み合っているものなんですね。だから、例えば、このバカとかね、いう言葉あるじゃないですか。まあ、否定的なね、言葉ですけども。まあ、これも一つね、その、発信する側のですね、なんていうんですか、気持ちの状態ね、本当になんか腹立ってる状態でね、バカね、分けろね、情報団じゃねえ、分けろね、たけしさんじゃないですけど、まあそういうのなんていうんですか、怒りの状態でね発せられれば、そのエネルギーみたいなのはすごいネガティブな印象を受けますよね。でも例えばね、お付き合いしている方とか。ね、まあ、ご結婚されてる方でもいいですけどもね。まあ、冗談半分にね、もう何言ってんのよ、バカみたいな感じで言われたらですね、別に悪い気しないじゃないですか。ね。だから、その言葉自体の意味もありますけども、そこに乗っかってくる印象みたいなものも非常に大事なコミュニケーションのものだな、というふうに思うんですね。ということでね、何が言いたいかというとですね、まあ幸せになる言葉ね、ありますけども、やっぱり、まあ一つ大事なのはね、その自分の気持ちの状態、っていうのをですね、が上がってる状態ですよね。まあさっきのバカもそうですけども、まあその自分の気持ちの状態を、まあ整えておけばですね、まあ変な話ですけども、何を聞いてもですね、なんかそのポジティブに捉えられる状態っていうのが多分あると思うんですよね。ね、なんで自分の、なんていうんですかね、その捉え方、ね、言葉の捉え方の、落ち度みたいなのがあるとですね、どうも批判的な意見に対してですね、非常に敏感になってですね、あ、これはな、こんな風に言われたんじゃないか、みたいな、ね、とか、いうのはありますよね。逆に、あまりにもそのね、その自分の状態が悪い状態でですね、例えばポジティブな言葉をもらってもですね、素直に喜べなかったりするんですよね。本当に、例えばね、僕なんかシンガーソングライターですけどね、いや、いい歌書けますよね、って。ね、調子いい時だったらですね、あ、ありがとうございます、みたいな感じでね、軽くね、受けられるんですけども。あんまり調子悪い時はですね、いや、卑屈になってみたりね、いや、そんなことないですよね、みたいな感じになってきたりとか。で、ということでね、大体ね、僕のコーナーね、めんどくさいなと思ってる方もいるかもしれないですね。このテーマトークに対してですね、いろいろね、うるせえんだよっていう人もいるかもしれないですけど。まあ、ちょっとね、性格上ね、まあ若干理屈っぽいところがありますんでね。まあそれも楽しみにしていただければな、というふうに思いますけど。なんで、そうですね。まあやっぱり基本的にポジティブなね、言葉かけられると、まあ、嬉しいかな、というふうに思います。だから僕はね、まあ、さっきも言いましたけども、シンガーソングライターですんで、本当にね、いい歌、書けよね、とか、ね、曲の、この辺が、好きなんですとか言われたらですね、ああ、嬉しいな、というふうに、幸せだな、と、ああ、作ってよかったな、みたいな感じで、思うところはあります。
まあだからあとは自分の状態かなっていうところですね。という、講義でした。ね、講義かよっていう感じですけど。まあだからね、歌作る人間としてはですね、そういった言葉の中にですね、聞く人、歌を聞く人がですね、どんな状態であってもですね、心にズドンとですね、刺さるような、まあ、怒ってたりとかですね、悲しかったりとかね、まあ楽しい時も、いろいろ皆さん状態があるでしょうけども、どんな状態の時にもですね、心に響くような、そういった歌を作りたいなというふうには、やっぱり思いますよね、ということでございます。ね、今日のテーマトークね、幸せになる一言、でした。ね。それではですね、今日も、日高からのラブレターをお届けしたいなと思いますけども、今日はですね、僕の4枚目のシングルですね、未来へつなげて、えりも緑化の物語という歌をお届けするんですが、日高町のえりもですね、えりも岬、かつてはですね、人も住みづらいというですね、砂漠地帯であったわけでございますけども、そのことについて、ちょっとお話ししてみたいと思います。えりも岬、森進一さんのえりも岬ですね、オルゴールバージョンを BGM に聞いていただければなというふうに思います。それでは日高からのラブレター入ってみましょう。森が海が鳥が魚がきらりえりもに帰ってきたよ。その瞬間に立ち会えたのは途方もなく長い年月の苦労と努力の末のことでした。えりも岬、今でこそ鮮やかな緑に覆われた美しい岬の風景で人々を楽しませておりますが、今から70年前には住むことも困難なほど荒れ果てた砂漠であったことはあまり知られておりません。えりも岬はかつて柏や水なら白樺などを主とする広葉樹の原生林で覆われていました。しかし、明治以降、燃料としての木々の伐採や、牛、馬、綿羊の放牧などによって原生林は切り開かれ、えりも岬特有の強風にさらされ、大地は砂漠化してしまいました。砂漠化した大地からは、強風によって赤土が舞い上がり、その赤土は海上10キロメートル沖合にも達し、岬沿岸の海は黄色く濁りました。海藻類は根腐れを起こして取れなくなり、回遊魚や沿岸の魚も減少しました。家は戸や窓を閉め切っても、どこからか砂が入り込み、衛生状態も悪く、集団移転さえ考えたほどでした。そんな状況を脱するため、昭和28年、浦河営林所、えりも地山事業部が開設され、本格的なえりも岬の緑化事業がスタートしました。開始された緑化事業は、やはり、えりも岬の強風によって困難を呈しました。緑化の第一歩は、砂漠化した大地に草を生やすことです。これを、草本緑化と言います。しかし、草花の種をまいても強風に飛ばされて発芽しません。せっかく発芽しても、根付く前に飛ばされてしまいます。何年もの試行錯誤の結果、海岸に打ち上がっている雑海藻を種をまいた上に覆い、種が飛ぶことを防ぐことに成功しました。
またこの雑海草は発芽後の良い肥料ともなり、緑化が一歩前進しました。しかし草本緑化後に行う木本緑化でも、植樹した苗木がなかなか育たず、何年もの試行錯誤の結果、北海道には自生していない黒松が適していることが分かりました。また植樹した苗木を囲む防風柵も、他の地域で使用するときよりも狭い間隔で建てることで強風をしのげることが分かりました。このような様々な試行錯誤を経て、50年近く経った現在、黒松の林は、中に入ればそこが道路脇の植林された林であることを忘れさせてくれるほど、豊かに成長してきました。植林の成果が上がるとともに、海には回遊魚が戻ってくるようになり、昆布などの海藻類も取れるようになりました。そして現在も、地域の住民の方々の手によって、緑化の試みは続いております。最近では、世界中の様々な地域で、異常気象と言われる状況が多く発生していることが報告されています。自然との共存を叫ばれる世の中において、このエレモ岬の緑化事業は、人と自然の在り方として一つの答えを示しています。遠く未来へ届け、エリモから。阿部拓磨、4枚目のシングルから、未来へつなげて、エリモ緑化の物語、聞いてください。優しく鳥たちの声、木漏れ日弾ける緑の浜、当たり前のような風景が、当たり前じゃない時があった。誰かの痛み、誰かが気づいて、誰かの勇気に、誰かが答えて、長い年月の願いをつなげて、ふと目を覚ました朝に、知恵を絞って、諦めなかった人たちの思い、これから先も伝えよう。森か海か鳥か魚か、ひらり、 Oh,
まあ、また喋ってましたけどね、阿部拓磨先生、拓磨くんね、スースースーがちょっと今日なんか多かった気がするの。なんだこんだかで、なんだかこんだかで、あ、できないよ、なかなか。ブレスですよね。ブレス。息継ぎがね、スーが入っちゃって。酒飲みながらやってたのか。やってるんですね。ねえ、それとも気抜いちゃったのか。そうですね。うん、まあ、一回気になったらもうずっと気になっちゃいますよね。そう。これちょっとたくまくん今聞いてるかな。自分のスー、スー、スーをね。はい。ちょっと多かったんじゃないかなって。私はちょっと思いましたよ。はい、今までの放送の中でも、せっかくね、そう、はい、せっかくとつとつとつとしたね、はい、こうあの本当にあのいい喋り方をするのに、その間が、はい、どっかの上手になってきてますよ、はい、そう熟練されてきましたね、はい、だんだん親父っぽくなってきましたからね、はい、たくまくん若々しく頑張りよ。そうですね。そしてまた出てもね、このね、開くからのラブレター、はい、やっぱり毎週毎週楽しみになってきてますよ。そうですね、癖になるというか、そうそうそう、はい、すすも癖かな、癖になっちゃうかもしれないですね。来週も楽しみになっちゃうかもしれないです。そうです、そうですね。で、今回のテーマトークも、はい、曲を褒めていただくと幸せを感じるという内容のことをおっしゃっていましたけれども、はい、どうでしたか。いや、わかりますね、うんうん、絶対嬉しいと思う、はい、そうするとやっぱポテンシャルも上がるし、はい、よし、また頑張って作ろうとかね、うんうん、そしてこうやって歌おうとか、うん、でそういうの膨らんでくるじゃないですか、はい、だからもう絶対に嬉しいと思いますよ。そうですよね。だからもっともっと多分、うんうん、あの褒め、みんな褒めてあげて絶対いい歌作ってくれるからそうですね。ね、ただまあちょっと、はい、そのテーマにとど、あの到達するまでがね、はい、語りがねもうね、ちょっと長いような気は、いわゆるうんちくってやつですかね、うんちくそうですね。いやいや、性格かな。でも本当にお上手ですよね、うん、あれたくさんは。そう、ね、であのコギっていう振りでちょっとさせていただきましたけど、うん、今回は、はい、地元では本当に講演を頼まれてお話をされているっていうふうに伺っていまして、はい、今日は言葉の講義見事にしてくださいましたけれども、はい、そして未来へつなげて襟も緑化の物語、この曲私好きなんです。いい曲ですよね。うん、本当に私襟も岬今日歌うのかと思っちゃったもうさ、バックで流れてたのでちょっとホッとしました。そうです、そうです。でこの曲ですね、実はエリモの皆さんからエリモ活性化のためにエリモをテーマにした曲、テーマにした曲を作ってほしいと実際に頼まれて作られたんだそうです。でメインタイトルもエリモ王朝の方々からの公募によって地元の高校生が名付けてくださったんだそうですよ。そうだったんですね、うん、すごい。本当にエリモ緑化事業のことが歌になっているという曲だったんですよね。いや、また阿部拓ね、うんうん、またスタジオの方に来て、はい、エリモ緑化事業のことだったりとか、はい、ミニトマトだったり、はい、乳搾りだったりね、はい、そういう講義もねお願いしたいと思いますね。そうですね、そろそろ亀ちゃんの話はいいかなっていう感じもしますからね。そうですね、はい、周りから拍手が起きてますよさあ来週も阿部拓さんのコーナー、楽しみにしていこうと思います。ここで素敵な大切なお知らせがあります。リアルタイムでこの放送をお聞きできない方のために、また聞き逃してしまったという方のために、オンエア後の放送を YouTube のフロムサンズミュージックから聞けていただけるようになりました。とう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 、やったやった。先週もね、少し聞けるようになりますというお話をさせていただいたんですけれども、はい、フロムサウンズミュージックでチャンネルを登録していただきますと、ハッピーミューズがいつでも聞くことができるんですよね、はい、で、すでに1回目と2回目アップされておりますので、ぜひぜひ聞いていただきたいと思います。わあ、嬉しいわ。うん、嬉しいですね、はい、で初回の放送を聞かれた方がですね、はい、ロゴばかりではなくて、はい、皆さんのお顔が見たいというね、うんうん、そんな本当に見たいのかなというね気がいたしますけどもね、リクエストいただいたの、はい、嬉しいことでございま す、はい、ですね、でハッピーミューズ2回目からは写真付きでございますのでね、嬉しい。皆様ちょっと私たちのお顔なども拝見しながら聞いていただければなと思いますよ。す、ね、本日アップされました。はい、はい、ぜひ写真を見ながら2回目の放送をお楽しみいただければと思います。はい、ちなみに写真の方はあの美肌の綺麗に写るアプリを使っていただいておりますのでよかった。綺麗な方はより美しくという感じで、はい、そして、はい、そうでない方はそれなりに、はい、ということですね。はい、
さあお送りいたしておりますハッピーミューズ、毎週月曜日のこの時間、8時30分まで1時間半の番組としてお送りしています。今日はですねちょっと、初めの方に、さきさんの、はい、特集ということでお送りいたしましたので、はい、いつもとちょっとだけ時間がずれて、そうですね、各コーナーお送りいたしております、毎週毎週さくらの歌の花束、日高からのラブレター、こちらは阿部拓さんのコーナーですね。で伊藤明智さんのひとみいくネオラジオザ・サード、盛りだくさんでお送りしてまいります。で続いてのコーナーいきたいと思うんですが、本日は番組後半となりました伊藤明智さんのコーナーです。5月22日日曜日に札幌プラントで行われますひとみいくトリビュートショーのご準備で今大変お忙しい時なんだそうです。ひとみいくプロジェクトオピッタレコーズのレーベルボス伊藤明智さんが登場いたします。ひとみいくネオラジオザ・サード始まります。ひとみいくネオラジオ The Third。 はい、始まりました。ひとみいくネオラジオ The Third、 MC を務めます伊藤明智です。よろしくお願いします。先日ですね、あの我が家の愛犬マールちゃん、フレンチブルドッグなんですけども、一応女の子なんですけど、この子連れてね散歩行ってきたんですよ。そしたらね、結構もう気温がね25度5、6度あったかな、結構暖かくて、だからね、あのマールはもうへへへへ言って死にそうになっておりまして、まあフレンチブルっていうのはね、暑いのも苦手だし寒いのも苦手だし、まあどうしようもないんですよね。どうしようもないんだけど、まあでも、散歩が大好きで、それでへへへへ言いながらね歩いてて、で公園に、近くの公園に行ったらね、あの雪がまだあの溶け残ってた場所があってね、それを見つけるや否や、マルはそこに飛び込んできましてですね、四つん這いですよ、四つん這いじゃないわ、腹這いですよ、腹這いでお腹こすりつけてね、もうよっぽど暑かったんでしょうね。それで、ね、あの雪をね今度ペロ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 舐めてね食べ始めちゃうみたいな、もう大変なことになってまして、帰ってきた時はもう服、まあ、あの服着ててるんですけど、べしょべしょですよ。まあでも憎めない、愛らしいところですね。さて、札幌の方はね、あの札幌とか全国的にただいまあのゴールデンウィーク真っ最中ですけれども、我々でひとみいくプロジェクトのメンバーもそうです、あと札幌のバンド仲間もねそうなんです、以前ねご紹介しました5月の22日にひとみいくこと倉本ひとみ、追悼ライブイベントひとみいくトリビュートショーっていうのをね、北24条プラントで行うんですけれども、今ねこれに向けてみんなあのリハーサル一生懸命やってます。ただなかなかスケジュールが合わなかったりね、時間作るのが難しい中なんですけれども、一生懸命頑張ってる真っ最中です。で、やっぱりね、このステージに立つの本当久しぶりだ、何十年ぶりだっていうメンバーもやっぱりおりまして、もう実はね私もそのうちの一人なんですけれども、今からちょっとねあのドキドキしながらもう練習明け暮れているようなものです。ぜひ、お楽しみにしていただければと思います。一応あの今度ねあのこの参加するメンバー、札幌のバンドマンの、バンドマンというか札幌のバンドちょっと今バッと紹介したいと思います。今でもねあの個人的には飲みに行ったり、飯食いに行ったりするあの非常に仲良くしてもらってる、北さん、アキラ率いるピートラック、それから、ソウルサバイバーですね。ここはあのマナ、あのまこちゃんね、あの今は横浜の方に住んでて、このゴールデンウィーク中に札幌に来て、札幌のメンバーたちと音合わせ今やってる真っ最中ということですね。でマナブちゃんもね実はあの久しぶりのステージということでドキドキだっていうことで、この間ちょっと話したら弱音入ってましたけど、多分本番はいいステージ見せてくれると思います。それからね、山田ミミですね、ミミちゃん率いる、シェッタガーリア、今回はシェッタガーリアの小舟といってね、あの小林さんという女性のバイオリンの方と一緒にあのやるユニットで、あのいいステージをねあの展開してくれるということで、まあ、あの私たちも本当何十年ぶりと耳とステージ立つので本当に楽しみです。それから、札幌のレジェンドグループベイカーショップブギーから吉田はじめさんとキーボードの井上大輔さん、
この2人がね、スペシャルゲストと参加していただきます。これはね、久保田陽子ちゃん、札幌出身のね、あのプロジェクトメンバーのスーパーボーカリストです。彼女がのひとみちゃんのね、地元でやるんだったらやっぱり札幌のゆかりのある方にも声かけていい？なんて言ってこの2人呼んでいただきました。本当に我々も楽しみしています。はい、本日お届けする曲は今週の水曜日から配信が始まるですけれども、ここに先駆けましてこの放送を聴きの皆さんにお届けしたいと思います。シェスタという曲なんですが、この曲はひとみくんが本当に大切にしていた曲で、そうですね、この歌の歌詞がですね、なんかこうなんていうかな、彼女の原風景を歌っているようなちょっとノスタルジックな中で、でこの歌の中の主人公の話ストーリーがまるで彼女のね、ひとみくんの人生をなぞらえるような、そんなちょっと悲しい切ない歌詞です。本当になんかその風景がね、目の前に見えるような素敵な歌です。ぜひお聴きください。シェスタ。の木の下で待っているから、小さなホオジロになって私はここに戻ってきたよ。柔らかな日差しが頬を撫でる、懐かしい駅の通り、あなたは少年のままの姿で自転車を漕いで風になる。オーシェスター、このまま、笑顔
木の下で待っているから、小さなほじろになった私にきっと気づいてね。いかがでしたでしょうか、本日もお時間となりました。お相手は伊藤明智でした。また来週、ひとみいくネオラジオザ・サードをお送りしました。5月22日の追悼ライブ楽しみですよね。そうですね。でお話の中に出てきましたワンちゃんの話、お散歩、いい季節になりましたよね。そうですね。3匹もいらっしゃるんだ。そうなんです、フレブルのマールちゃんと、はい、なんだっけな、ピッコちゃんと、あと1匹がシェロちゃん。シェロちゃん、はい、そう、3匹いらっしゃる。そうね、え、ね、金沢さん、私ね、はいはい、あの伊藤明智さんってまだ一度もお会いしたことがないんですけれども、はい、あ、そうですか。今度ね、本当はスタジオとかでもね、うんうん、お話も、うん、あの聞かせていただきたいですよね。来てほしいですね、私は一度事務所でご挨拶をさせていただいたんですけれども、あの昔ロックバンドでリードギターをされていた方と伺っていたので、はい、どんなイケイケの方が来るのかと思っていたら、全くそんなことはなくて、もう第一印象は、はい、とっても穏やかで優しくて、こんな私なんかにもとても謙虚に接してくださったんですよね。で三木本さんは、はい、神様みたいな人ですよって言ってました。神様、ゴッドですね。ゴッドです、ゴッド。じゃあちょっとかなり落とし召された方は、もう千人クラスで。そうそう、千人クラス違いますか。とんでもないです。あまりね、三木本さんそばにいるので大きい声では言えないんですけれども、三木本さんよりもずっとお若い方です。あら、そうなんですか。そうです、あ、じゃあぜひお会いしたいわ。そうですね。ぜひスタジオにも遊びに来てください。はい、で5月22日のひとみいくトリビュートショー、詳しくはひとみいく .net でチェックしてみてください。さあ、お送りしておりますハッピーミューズ、この番組はたくさんのスポンサーの皆様、そして歌仲間たちで作られております。スポンサーの皆様は毎回一社ずつ紹介してまいります。で歌仲間の皆さんなんですが、初回はフロムサウンズミュージックの函館から宮崎よし、ま、恵子さん失礼しました、宮崎恵子さん紹介していただきまして、で、フロムサウンズの東京の市宮隆盛さんもご紹介をさせていただきました。まだまだいらっしゃるんです、札幌のシャンソン歌手シンガーひろみさん、2月に新曲追憶のベッドを出されまして、5月15日の日曜日、交流プラザクリエイティブスタジオで新曲発表会を予定されています。そして高田久美さんのモノマネで全国を飛び回っていらっしゃいます高田美久さん、基礎化粧品の広告等に決まってとっても張り切っているんだそうですよ。皆さんにも来ていただきたいと思います。お待ちいたしております。さあ、今週は千原咲祭りと題しまして、咲さんの特集をお送りしましたが、お楽しみいただけましたでしょうか。ね、本当にいっぱい曲かけてくださいました、ありがとうございます。はい、またね、あのお時間がいただけました時にはですね、あの HTB テレビの夕方どんどんサビカラ選手権というコーナーにも、出ておりましたし、あと一発行こうよ、で、あの大泉洋さんとか、安田健さんとかの、ね、お話とか、またあのあの TBS テレビで、What's引っ張れという、テレビ番組もさせていただいてたので、でまたあのたくさんの歌手の皆様とお会いできたことだとかね、あといろいろエピソードなども、お話しさせていただければいいななんて思ってます。
ぜひ楽しみに待っております。で今日も生放送でお送りしたんですが、はい、メッセージ届いておりましてあまり時間がないんですが、はい、ちょっと早口でご紹介させていただきます、はい。ラジオネームリヴァイの黒い機関銃さんです。すごいラジオネームでいらっしゃいますね、はい。こんばんは、初めて聞いていますがすごく声が素敵でずっと聞いてられます。あれ嬉しい、ありがとうございます、うん。で今週のテーマ、私が幸せになる言葉は、同じ曲でやっている番組安横丁の安と横澤さんの漫才を聞いていると幸せな気持ちになります、ということでメッセージいただいておりました、うん。じゃあこの私たちのねこのハッピーミューズも聞いていただいて、うん、幸せになっていただければ、はい、嬉しいな。また聞いてくださいね、来週もぜひぜひお付き合いいただきたいと思います。さあお送りいたしておりますハッピーミューズ、お別れの時間が近づいてまいりました。来週のテーマなんですが、今愛してやまないこと、このテーマでお送りしていきたいと思いますよ。愛してやまないこと、人でもいいですし物でもいいですし、そうですよね、はい、何でもいいですので、ぜひぜひメッセージお寄せいただきたいと思います。またリクエストの方もお待ちいたしておりますということで、今日もあっという間の1時間半でした。はい、そうですね、はい、なんか今日すみません千原咲祭りになっちゃったのでなんかすいませんね、本当にありがとう楽しかったです。本当ですか、ゴールデンウィークなのに大丈夫でしょうか。大丈夫です、お子様の歌かけなくても大丈夫だったでしょうかって、そんな感じがしましたけどということで、今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。フロムサンズのハッピーミューズ、お相手は千原咲、そして金沢さやかでした。それではまた来週、さようなら。フロムサンズのハッピーミューズ、この番組はセレクトジュエリー、ハッピージュエリー、ワンズクリエイティブプロダクツ、ジュエリーリフォームお直し、エムズファクトリー、全国から芸人が毎日出演中、モノマネライブバー札幌スタークラブ、音楽制作音楽プロデュース、音のことなら有限会社フィックス、ステップからジョイン、社会へ踏み出す歩みを応援、 NPO 法人プラスハート28、あなたに寄り添う街の小さな美容と健康の総合商社 D スピリットオタル、フェイストゥーフェイス、あなたの会社に毎月訪問、黒字決算を支援します、中川会計事務所、なごみ集うお店、丸山浦参道ラプラス、季節によって函館の美味しいお料理を用意して宮崎恵子ママがお待ちしています、カラオケ喫茶カラオケスナック殿下、そしてフロムサンズミュージックの提供でお送りしました。